ブラフがうまいポーカープレイヤーはほとんどのゲームに参加しない。本当にいい手札の時だけ参加する。ブラフが本当なのかどうか迷わせる状況を自分で作る。参加して結果ショーダウンで負けても、周りからこんないい手札の時しか勝負しない手堅いやつと認識させることができればいい。最小限の損失で周りの信用を勝ち取れば、それは後の大きな利益につながる。その後の勝負でブラフもかなり有効に使え、プレーができる。あらゆる勝負どころの鍵は、その勝負までにどう自分が立ち振る舞ったか、そしてその場において自分がどういう存在として周りから認識されているかが重要。ファーストインプレッションの延長。僕は初めて会う人たちと会食する際も、ガクトがどういう人間で、その場でどういう存在であるかをみんなに知ってもらうために、発言の内容、喋り方、表情、席の位置、店のチョイスなど、いろいろなことに気を配り立ち振る舞う。これがポジショニング。出会ってからのストーリーを構築し、信用を勝ち取る。それが極めて重要。